ジパングニュースの時間です。今日は G7 集合写真の無断編集が韓国大炎上のニュースをお知らせします。先日英国で開催された主要7カ国首脳会議 G7 で日韓首脳会談が開催されなかったことから、韓国のみならず日本のメディアでも日本は韓国と対話すべきという社説が掲載された。日本経済新聞は6月16日の日韓は地域安定へ対話探れというタイトルの社説で、 G7 で同席しながら会談せずに簡単な挨拶だけに終わったのはもったいなかった、日本政府は対話で決着させる姿勢を失ってはいけないと主張。また毎日新聞も6月17日の向き合わぬ日韓首脳、事態打開の意思が見えぬというタイトルの社説で、日韓関係の悪化を放置することは互いの利益に反する、パク・クネ前大統領が慰安婦問題を理由に日本との首脳会談に応じなかった時、日本政府は問題があるからこそ対話が必要だと説いた。首相はこの姿勢を思い出すべきではないかと述べている。 G7 開催前の6月9日には東京新聞が、全ての責任が韓国にあるため受け入れることのできる解決案を提示せよと要求する日本政府の一方的な姿勢では問題を悪化させるだけだと、また朝日新聞が両国関係を進展させようとすれば政治的意思に基づいた外交的解決以外に他の道はないといった記事を掲載した。もちろん日本政府は対話での決着を諦めたわけでも、その意思を失ったわけでもないだろうが、これらの新聞記事は韓国語に翻訳され、インターネットのニュースに引用報道されている。G7 開催前、日韓両政府は、首脳会談の予定はないと公表していたが、韓国メディアは、首脳会談開催の可能性についての言及を繰り返していた。その後、日韓首脳会談が開催されることなく、G7 が幕を閉じてからは、略式会談の開催が決まっていたにもかかわらず、日本側が一方的に拒否したという報道を展開している。この他にも、G7 会期中に日韓両首脳は挨拶を交わしたことがニュースとして取り上げられたが、先に声をかけたのがムン・ジェイン大統領であったことから、韓国側は、日本に歩み寄り努力している。韓国の努力に日本側は応えようとしないとも報じられた。韓国内では、日本がまた真実をねじ曲げた。日本人は、口を開けば嘘をつくなどとインターネットに書き込む人たちが出てきている。さらに、日本が会談を拒否した理由が、6月15日に行われた竹島の軍事演習への抗議にあると報じられたこともあって、批判の声が増幅している。韓国が G7 に招待されたことに舞い上がったのか、早速 SNS を通じて、現地での様子を報告していたのだが、その投稿内容が物議を醸しているのだ。投稿に使用された写真は、大統領府の広報首席秘書官が、G7 に出席した各首脳らの集合写真を、無断編集したもので、南アフリカ共和国のラマポーサ大統領だけが切り取られてそこにいないことになっていた。この写真をめぐって韓国政府は、最前列のムンジェイン大統領を中央に置き、後列の菅首相を隅に置くことで、日本より韓国が格上になったことをアピールする狙いがあったのかもしれないといった指摘が浮上。この写真を見た韓国人からは、政府の SNS なのに信じられない、人種差別なのではないか、と非難の声が上がったために、韓国政府は修正過程でミスがあったとして釈明に追われたわけだが、実はこの SNS が問題視されたのは写真の切り取りだけではなかった。投稿には、写真1枚で見る大韓民国の地位というタイトルと、文大統領の位置が大韓民国の今日というコメントが記述されていた。韓国の地位が最上位ランクに位置づけられたとの説明がされ、文在寅大統領が
記念撮影の際にセンターに立ったことで、韓国は世界トップレベルの国家へとのし上がったとアピール。 G7 主催者側は慣例通りに配置しただけだったのだが、韓国メディアが G7 主催者側に問い合わせをするまで、大統領府は韓国は世界トップレベルを信じて疑わなかった、つかの間の夢でも見たかったのだろうか、大統領府のおめでたさだけが際立った事件だった。ニュースは以上です。よろしければ皆様の意見をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。